さあ、で今回もね、大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということでシーズン最終戦ですね。もう巨人からしたらね、ホームの最終戦でもないし、完全な消化試合ではあるんだけど、相手の DeNA からしたらね、消化試合でも何でもないのよね。3位の広島と1ゲーム差で、 DeNA が残り1試合で、広島が残り2試合なんですよ。だから広島の結果次第、そして DeNA の今日の結果次第では1位になる、あ、1位じゃない、 A クラスになれる可能性があるんですよ。ちょっととんでもないところ言い間違えたけどね。で、今日巨人はね、でもタイトルかサムネにあるんだけど、若手主体で行くんですよね。この若手がもう A クラスに入りたい DeNA をどこまで、ね、止められるかっていう、今日はそんな動画ですよね。うん、そしてもう一つね、ちょっと悩みの種があるんですけど、それがこれでホームラン王争いですね。 DeNA と巨人両方残り1試合なんですけど、オースティンと岡本が35本で並んでるんですよ。で、まあ、一応ヤクルトの動向も気になるっちゃ気になるんだけど、でもほぼもうこの2人じゃん。3本差だし、山田さんがね、あって残り2試合だから、ヤクルトも2試合で3ホームランってなかなかないし、4ホームラン打たなきゃ単独にはなれないしね。だからもうここでね、オースティンをどうするかっていう、最悪全打席敬遠できます。さあ、ということでね、最終戦やっていきましょうかね。オースティン4番にいるね。で、こちらは打順こんな感じです。もう若手です、ザ若手、ね、もう1軍初出場がいっぱいいます、今シーズン。まあ、先発は山田さんです、ね、山田龍生さん、ドラフト2位ですね。もう期待しておりますよ、私的には。もうこの方だったらきっと抑えてくれる。うん、まあ、もともとはね、実質ドラフト1位なんてファンの方で言ってる人がいるぐらいには期待されてたんですよ。うん、まあ、今2軍で頑張ってるみたいなので、そのうち見たいですよね。で、スタメンはこんな感じで、松原さん、岡田さん、秋広さん、岡本さん、八百板さん、湯浅さん、中山さん、山瀬さんね。八百板さん5番なのはどうなのかなと思ったんだけど、まあ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 、まあ、そこはね、うん、まあ、このメンバーで今日頑張って、でも最悪代打で中地さんとかポランコさんが出てくるから、うん、まあ、岡本さんの2冠をどうしよっかな。オースティンか、怖いな。さあ、やっていきましょう。読売ジャイアンツで横浜 DeNA ベイスターズ、もうこれ勝ちたいね。最終戦 DeNA ここで負けたらもうあれか、問答無用で B クラス決定か。一応、まあ、ここで DeNA が負けても広島が2連敗したら、まあ、ゲーム差的には並ぶんだよね。勝率がどうなるんだろう。広島の方が、あ、広島、あ、 DeNA がね、確か4分けで広島が1分けだった気がするから、 DeNA になるのかな、その場合は。さあ、7勝8敗、これ8勝8敗にしちゃダメだからね。さあ、松原さん、1軍主力メンバーは打たなきゃダメだよ今日。 OK、 これ1軍主力の意地だからね。うん、もうここで岡本さんが打ってくれたら問答無用でもうあれなんだけどな、勝負できるんだけどな。さあ、ルーキー岡田さん、ああダメか、ずっとオープン戦出てたんだよね、岡田さんは。お、さあ、グランディコメントでありましたがね、多分グラディだと思うって言われた。俺グランディ見た時なぜか阪神感あるっつったんだよ。そしたらグランディ多分グラティだと。岡本さすが、さすが、阪神の話してるうちに阪神ファンが打ったわ。もう巨人にいる阪神ファンはガチだから、先に言っとくけど、うん、数々の名選手を輩出してるから、巨人にいる阪神ファンはね。阪神ファンだったら先に名乗り上げた方がいいよ、巨人にいる選手は。多分ファンはその瞬間喜ぶから。素晴らしい、もう自分で決めに行くんだね。もう敬遠などいらないという意思を感じる。もうそんな小細工いりませんよと、私が決めますよと。さあ、八百板さん、5番八百板さんってあんま想像つかないんだけど、どうでしょう。どんなに打っても5番には置かないよね、八百板さんは多分。さあ、オースティン相手にどうするかだよね。ただ打席数が全然違うんで、オースティンの方が全然少なかったからな、そこは驚き。じゃあ、八百板さんが奥にいますけど、さあ、山田さん頼むよ。分かった、きゅう、あら、いや、これは取れる、これは待つ。さあ、さあ、ここでね、もう対オースティン、スローターターだから怖いんだよな。ああ、やっぱ守備 F だもん。そう、今日守備があれだからね、山田さん頑張って。といっても2軍で経験してるか。あ、ここでオースティン嫌だな。ここでオースティン嫌だな。触れないで。これ現実でやったら大ブーイングしそうじゃね。大ブーイング来るよ多分ね。えだって横浜はオースティンと勝負したんだぜ。横浜がオースティンと勝負した後に巨人がさ、初っ端からはい敬遠ってしたら荒れ方すごそう。さあ、山田さん頑張れ。素晴らしい。見逃した方的に三振じゃないんじゃないか、これ間違えてじっくり見る押したのかなみたいな、そんな一瞬錯覚に陥りましたけど。あ、取るんだ。さあ、なんとか1点で抑えたね。よかったよかった、90勝乗ってるのか、すげえな。さあ、岩瀬さんね、ここはじゃあもう連続で見ていければ息がするけどダメか。
さあ、浜口さんから打てるかな。お、マジ？マジで？すごい。めっちゃ飛んだ。風もあるんだろうけど。多分あの風台、あれだよな、ちハマスタレ前、岡本さんがさ、芯に当たってないのにぶち込んだやつもあんな感じだったよな。さあ、ここはね、中尾さん、流し打ちでいこうか。流し打ち持ってるし。ないバッチ、いいじゃん。今日ランダ戦いいと思う。ランダ戦か、これ。楽しいな。今さ、スクイズ。スクイズやってみよう。バカタレ、おい、何やってんの。じゃあ連続スクイズです。うまい、よかった。今中山さんは何をしようとしたの、びっくりしたんだけど、マジで。中山さんな、何を今しに動いたんだ。本当に今のはマジでパターン読めないよな。エンドラン、シンプルにエンドラン強いイメージあるから使ったんだけどダメだったね。さあ、この対オースティンは大事だよ。どうするかだよ、本当に。でこれどうなるんだろう。もちろん巨人も攻められるだろうけど、あれなのか。ああ、もう中山さん本当に守備がバカ。正直に攻めに行ったバッテリーも攻められるのかな、ああいうパターンって。今作本当バントしねえよ。岡本さん守備的にはうまかったんだけど、本当はもう岡本さん変えていいんだよね。まあ、もう一打席ぐらい立たせようぜ。こういう場面で思うんだけど、もしもさ、2アウト満塁同点の場面でさ、ホームラン争い、まあ、この試合でオースティンに回ってきたら敬遠するもんなのかね。2アウト満塁でっていう、さすがにそれは勝負するのかな。ごめん、止まらないわ。やべえ、止まらねえ。これ乱打戦だな。監督試合か、これ。本当に皆さん気づきましたか、まだノーアウトです。まだノーアウト。流星さん頑張れ。竜と星どっちが強いのか勝負だって思ったのに、残念なことにこれ星が強いですね。そしてちゃんと勝負しましたよ。外角勝負したよ。もうこれでもう俺はやること果たしたと思ってるわ。もうあったら敬遠でいいでしょ。ダメ、もうあと敬遠でいいでしょ。ここはもう開き直るよ。何が悪いんでしょうかね、残るのは結果だけですからね。家庭は別に。さあ、秋広さん相手、秋広さんもね、打ってほしいけど、まあ、ここはしょうがない。さあ、岡本さん一発勝負。さあ、もう一本と、もう一本打ったらもう完全に完璧。もう交代、無理か。外角か。ないバッチいいね。ダイソーを出します。お疲れ様でした。ダイソーもう頑張った。あとはもう若手に任せて、若林さんで。若手に任せてって言ったけど、若様の方が年上なんだよな、確か。確かつか、どう考えても若様の方が年上だよな。まあまあ、そこはしょうがない。さあ、八百板さんフルスイングでいこうか。チェンジアップ本当落ちるね。さあ、同点に追いつけるかな。頑張れ。うまい。さあ、これ見るとね、もうタイトルは誰も取れなさそうですね。もうこのままですね、若様のままよ。あとは間違えてオースティンの時に勝負するボタンを押さないことでしょ。これでなんか、あ、出た、あ、これあれじゃん。あ、よかった。あの岡本パターンかと思った。あの風に乗るパターン、風も自由に操作できたらいいのにね。風 100m に設定して野球したらどうなるのかって動画絶対作る人いるから。絶対いるわ。風強くしてみた。まあ私なんですけど、やりたいのは。千原さん頑張れ。ここから6回まで投げ切れればまだパターンとしては見れる、数値としては。でもこれちょっと正直ショートが緩すぎるってのは申し訳ない部分あるよね。これショート坂本さんだったらもうちょっと失点してないですか。 OK です。さて、これ1本差で勝ってますけどね。さすがに山田さんに打点追いつかれないでしょ。これ追いつかれたら怖いんだけど。さあ、岩さん、あとは追いつくことだよ。ここでオースティン敬遠した恨みをさ、 A クラスになってさ、 CS で果たされても困るからさ、ここはしっかりと仕留めよう。本当に。さあ、コースは走れ。ナイス。両親、なんか中山さんショートの横抜かれた恨みからか知らないけど、自分も抜いてったね。そういえばさ、中山さん盗塁 E、F、D か、走るか。走力 B なら走る価値はあるな。いけ。ナイスラン、素晴らしい。もう完全に中山さんもね、相手に対する恨みがあると。さあ、一発逆転、山下さんで使っていきましょう。打撃 F ってマジか。いや、問題ありません。打ってくれますよ、きっと。来た。
ああ、違う。インコースね、絶対インコースよ。インコース振ってね、山瀬さん。絶対インコース振ろう。インコース振ろうね。よし、山内、まあ、一発逆転系はもう完全にこれはもうインコースしか振ってはいけないと私の中で決めてるから。山田さん続投でスクイズ頼んだ、あげんなよ、うまい、完璧。さあ再び、お、青し、上にそれる系が一番悩むな。全然それねえし、あんまロスないし。さあ松原さん、これ一発松原さんで使うんだ。さあ松原さんホームラン10本で並んでるからね。さあどうするんで、まあ、なんかオースティンさんと勝負避けるのもなんかな、嫌だな、なんかに、おお怖い怖い怖いよ、なんか避けてる感あって嫌だよね。本当な、本当苦渋の決断なんですよ皆さん。本当に一回勝負したからさ、一回勝負したじゃんね、勝負の世界だからしょうがない。これはアイナイスボール。さあ岡田明弘、若林、これまた1点取れたらいい。おい、かわいそう、1軍に上がってきたのに走ります。さあ再び走る、あーこれは、あーこれもう楽々アウト、さすがに3連続で許してくれなかったね。もうなめるなよって相手は思ってたよ多分。おいおい、さすがに我々をなめすぎだろうみたいな、ね、そのノリはあったと思うわ。はい、まあこんなこともあります。さあ若、みんな大好きでしょ若のこと、頼むよ。おい、ちょっとさすがにまずい、ちょっとさ、浜口さん、ちょっとよくない、ちょっと1イニング2つはねあんまりおよろしくないと思うな。ダメだね、ちょっと今のはちょっとよくないね、ちょっと 2デッドボールはよくない。そして走ります。さあどうする、これは決まった、おおマジ、サードいけ、サードいけ、行かないの、行ってよ。面白かったのにアウトだろうけど、さあ一発勝負、今行ったら面白かったね、まあアウトだろうけど、絶対インコース、あれはツーストライクだな、もう振るしかない、でも相手内角勝負だからな、振るしかないでしょ。八百板さん頑張れ、八百板、うおー、マウンドに当たるだと。さあ曽根さん頑張れ、先頭出るよな、やっぱり厳しいものがあるな。さあ太田さん、もうこれでオースティンさん避ける必要ないのか、あ、避けるというか避けるというか、避けるはおかしいか。伝わらなくはないだろうけど、さあグランディ当たり、いい当たり、割と打たれてるんだけどさ、飛んでる場所がいい感すごいねこれ。まあまあ野球はそういうスポーツですからね。あ、みんなお疲れ、じゃあね、 CS で会おう。